adică să îți mănâncă nasa. アジサイイグスよ、普段輪廻味噌ランナー島くつばエンターテインメント、ありがとう。1月31日旧暦ウトーティ、1月4日火曜日午後4時チムガナサ島くつばニュースの時間なといびん、はい、パーソナリティやワンネ岸本タルガーニーと中村のよっちゃんばあちゃんしうくいさび、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、くねだ土曜日旧暦の総がちやいびたんどうさい総勝ち若寿司と意味そうたが野菜若寿司と言ったが正月食ったんでそうたんで大丈夫やいびがや、はい、新暦では1月31日旧暦で1月4日ということで、ね、不思議な感じですけれどもいや、はい、準大使番組を届きさなやんでチームといびいくと、はい、薄よ歌さることうにげさびら、はい、いたしくうにげさびら。この番組は株式会社メガネ2-1ハエバル店、医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里高津委員、笑いの絶えない人生をあなたに、ヘントナ歯科医院、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、桑江皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所名古屋の家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会島くつば部青年部、沖縄ハンズオン MPO の協力し、鈴木サビン、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、番組のご紹介、はい、渡さるぐつうにげえさびら、はい、島くつばエンターテイメントし、うちなあのうと語り伝承しちる番組やいびん、毎週島くつばかなさするちゅんちゃんゲストトーク、島くつばニュースのコーナー、島くつば紙芝居のコーナーなどなど、おふくの内容しうっくいさびん、またインターネットちちみしえる方、またうちなびけやあいびら、かま外国んかいめんしえる、うちなかなさしみしえるぐすう4回、この番組うみかけることないびん、またちちぐたびみしえることないびいこと、ぜひこの番組かなさしちちぐたびみそうりうんでげさびら、はい、みてデビル、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、チャーガンジューやいびが野菜、チャーガンジューだよ、うん、ちょっと今日は風邪気味やいびが野菜はい、よっちゃんばあちゃんめなち、うん、いちなさいびこと頑張りすぎ、うん、アイビランが野菜、はい、風邪しちゃうんで言いがちないよ仕事やまた、うん、絶対手抜きさんのはい、1月総勝ち迎えて、いろんなイベントに出演されたりですね、はい、コーラス女性合唱団でも歌を歌われたりで、はい、一の朝の日が明夏一時小指こと体段階キーチキリソリオサイトコーラスマギイベントにかとおくとよ、うん、3月の、はい、何日だったかね、コーラス25周年、あ、25周年、うんうん、あ、素晴らしい、25周年の公演があるばってはい、トリテージの負けちゅうちゅうな。よっちゃんばあちゃんはこの立ち上げの時から、うん、一員ということで、そう、25カ年になる女性合唱団北谷町女性合唱団のもう25周年になるということでですね、25周年、あんいるえかえさん、本当にあっという間やいびたがや、あっという間に、うん、でも楽しかったよ、はい、もう60一昨年前やいびがや、全国大会でまた表彰いただいてですね、そう、うん、全国大会からや九州大会の4、5回ぐらいに送ってて、はい、
5回ぐらい入ってるから、九州大会、九州大会、今年も6月に九州大会があるわで、うん、去年よ震災地震のあれで、うん、あの取りやめなって、はい、今年はあるっていうんで6月に九州、うん、九州大会か何回か行かんねえよ、全国大会行からんば、うん、あ、うん、はい、九州大会で1番2番ならないと、はい、全国大会のチケットがもらえないわけ、うん、また厳しい戦いなんですね。皆さん本当にいろんな方々、あの世代を超えていろんな人たちが歌を練習して、うん、また心を届けるコーラス、ちびらさん歌はいいよ、うん、あるよ、一番の25カ年の間にて一生のことは一生の宝んでも見せよ、はい、スイスのシャモニーという山、3800何メートルだか、富士山よく日が高さの山、はい、明海モンブランの山がそびえてるわって、はい、この間よ氷河が流れとるば、はい、初めて氷河に知恵、はい、初めて足高さら天のわびろや小物わびろなノートという大合唱、あーコーラス、スイスでまして山の上で、うん、山の上で歌われたんですね。あの感動はない、何とも言えない、はい、素晴らしい思い出ですね。海外にもよっちゃんばあちゃんいろいろ旅行にも行かれたり、こういう合唱団で行かれたりですね、いろんな人生経験が相びくとなあ、一回機会ないね、うん、あのシャムネの山のワービンに、うん、母なる第一第三者あれ力いっぱい歌いたい、これ念願、はい、もうできるかどうかわかんない、わからんしがて、目標ができますね、またよっちゃんばあちゃん、うん、これが目標、はいはい、自身から段階気ぃつけて、まただから、はい、いや、俺のために健康あらねならんことで、いや、貧乏さん健康にはちょっと自信がことでやれしがよ自信過剰になってならんしがて、うんうん、そうですね、はい、本当に風邪ひいてもよっちゃんばあちゃんもこの食事で治されたり、もうすぐ2日3日で、うん、治ります、ね、別に病院か行かんていいの、うん、風邪ひいて食事はあさらんでまたヤイビー氏が時々はまた健康も健康で HIV こと病院にも検査に行かれてくださいね。はい、おっちゃんばあちゃん、はい、久根枝要塞、またあの番組の方にお越しいただきました、うん、島田より子紳士ですね、うんうん、旧暦の総勝茶団長子ども会主催の餅つきでウビナディの儀式をしていただきました。はい、また会場にお越しいただいた皆様方、告知をしていただいた皆様方、一平二平デビル、はい、おねちちょっと体調崩さんに出席なら私が、はい、島田さんが頑張ってるウフォークのわらばあたん、そしてウヤの方々、だから餅つきして餅食べたかったのにグムリーさみたい、はい、そしてよっちゃんばちゃん、その時にあの島田先生がお話ししてくださいましたの、鳥年のうん、すごく縁起がいい方なし、アイビー担当祭、あ、そうね、はい、うん、鳥はあの神に一番近い存在であるんでいることやアイビー、うん、くれた番組を通ってあの鳥の話、アイビー担当祭、うんうん、鳥もこの鳥は、はい、日本足でこう立つっていうこの姿がですね、うん、本当に縁起が素晴らしい、縁起のいい年っていうことで、うん、という年アイビーこと、うんはい、そして中夜よっちゃんばあちゃんからですね、はい、またあんやたんや、うちのあのコーナーでは旧暦の総勝ち、ぬぬうがんでいやびいたが野菜、節のうがんで、節のうがんはい、節のうがん、生の字でや、いきらくなといびんしがうがんのお話ですね。また、奈良チキミソーリー野菜、ちょいたさるぐとうにげえさびら、はい、はい、それでは最初のコーナーに行きます。続いてのコーナーやしまくてはニュースのコーナーやいびん、今起こっているニュースを新聞から抜粋し、中村よっちゃんばあちゃんがしまくてはで読み上げを解説するコーナーです。はい、はい、よっちゃんばあちゃん、中のニュースや、はい、ヌーヌニュースやいびがや、中へよ桃色の魅力に誘われて、うちな近所を通ってコスモス畑が逃げようね。最近コスモスがゆさちんや、はい、うちなや本当コスモス秋にいる撮影はんねんですが、うちなや
コスモスのクルティゴラねニニカイサチキサルフジェコスモスの見頃向けとる時期へね近所イゲイクのコスモス畑を通って29日コスモス祭りが催されて満開のコスモスも順次家族連れなどの多くの中佐に賑わいとおびた。近町のコスモス祭りは毎年開催しており今年で3回目となり一人20本まで花を摘むことがない便花冠を作るボランティアの姿も目立ちやびた。いとこ同士走り回って遊んでいた宮里真央さん10歳と諸見凛花さん7歳やピンクの花が一番好きち声を揃えて歌った。ピンクや、わったんくんだよ。はい。うん。これ5日 ?2 月5日。2月5日。はい、うん。うん。やんばるかい。あ泉よ、泉の元の、あの、はい、泉じゃなくて、泣き神じゃなくてね、コスモス畑を見に行くんですか。あそこ、誰の歌がや。ハニジ？ハニジに。ハニジの歌、ハニジタブコンチやったらばって、はい、もう一回のコスモスがいっぱい見渡す限りコスモス。はい、この間テレビからそうでして、はい、見渡す限りコスモスあっちゃうね。そこ見学して、はい、また会を吐くね。そうですね、今お話ありましたあの羽地はターブックアンディ田んぼがすごく有名な地域っていう、うん、あの昔からのお話アイビーことだから、うん、そこでなんかコスモスがいっぱいさコスモスが今たくさん咲いてるわけなんですね、うんうん、はい近町でも今桃色の魅力に誘われてということ今ニュースのお話ありましたがコスモスピンクの花がたくさん咲いてますねで、うん、かわいいはいコスモスの花かわいいわいね優しい色合いで、うん、ピンクが多いよね白とかいろいろな色の足がとにかく優しい感じの花、うんうん、はい近町ではこのコスモス祭はあの毎年開催しておりまして今年で3回目となるようです、はい、あれ1回植えるわよ年ごとに増えていっちゃう、うん、種が落ちやにて、うん、自然に俺から広がっていちょるばってはい、うんはい、おちゃんばちゃんの畑にやびがやされ春は春は春はお庭にもいる負け春園で本当にこの頃あの天気が気温がもう上がったり下がったりそういうビーグ、うん、本当に綺麗な花がたくさん咲いてましたねえあの、うん、しかもあの冬になったことハイビスカスの花が出る、はいコサチサベージュでしょ、うん、ピンクいうかタッチはそれ変わった一般のハイビスカスもさ、うん、何種類あるかや2種類ぐらいあるの黄色でしょ、はい、八重でしょ、うんうん、ベージュの八重は綺麗よ、はいうん、大きく咲ちゃん肥料入りねえよマギ草ちるばてあ、うん、油かすはいって、うん、油かすぎね2、3回入れればそういった花やマギクサチの油かすんでイヤビーが野菜肥料のこと肥料油かすんで肥料があるわ守ってもらし油かすんでる肥料のなやイビーが野菜、うん、ないよ油かすんであんだかしやらんのヌーグラの食材の何かあんだかしイヤビーがやんでるの昔マンドタンあんだかしあのあんだたりやんで豚の油、ね、油そうあのあんだかしマーサンドまたよ、うん、あれマスゴホーヤーにカリカリしはい、本当にあのお花ですね、うん、よっちゃんばあちゃんのお庭にはお花とそしてヤーシェーグワもヤーシェーグワよたくさんアイビーと、うん、これであのよっちゃんばあちゃんからいただいたあのハーブ の、うん、あの葉っぱですね、うん、苗をいただいて自宅であったんですがたくさん咲いてますやがてか花咲ちる花ちる紫のかわいい花が咲いてますねいっぱい花あのつぼみつきとくててんうん、うんいっぺんみじらそろそろ咲かんがや、うん、いっぺんみじらさえびんどう野菜、うん、あのハーブの葉をこう育てるだけでも虫が来なくなるっていう今全然虫いないよ名誉島なういてもる虫にしがいてるばて、はい、でも全然
自然のこの育て方でまた虫を、うん、薬を使わずに育てる方法ですね。自分はさ、うん、島なまた葉が床を通っていくとまた土ちゃうね、はい、さっと茹でておいてる今日の食材やエビがや中に言うばはい、ニフェーデビル生あのニュースのお話アイビーたちが、うん、中のニュースや琉球新報より桃色の魅力に誘われて、うん、沖縄近郊コスモス畑に賑わうんでるニュースアイビータン、うん、ニフェーデビル、うん、はい、おこの中がソルティメンソーリーよコスモスインジーがボランチャーが言ってうさす、はい、緊張で開催しておりますぜひ面相チェックビーソーリオサイタサルグトゥウニゲーサビラ はい、続いてのコーナーやアンヤタンやウチナーのコーナーやイビン古き良きうちなの姿を中村よっちゃんばあちゃんがお話しサビクトゥユタサルグトゥウニゲーサビラ、はい、はい、それではあの昼夜要塞あのオープニンググブリサビラオープニングの方でもお話しいたしました島田より子先生から旧暦総勝ちのお話のまた振り返りとですね、あの中村よっちゃんばあちゃんのまた総勝ち節のうがんのお話ぜひお話を奈良地区味噌利用祭、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、昼夜旧暦うとって1月4日ということでですね、左官系にいるお話ちっちゃびいたしが左官系、うん、寒くて4日海民中とは4日にうがんを下げて海民中の方々は4日に、うんうんうん、海人祭りみたいなのやるよ、うん、朝からチャタンのあそこにぎわれた、うん、はい、国枝の旧暦12月24日クリスマスイブアイビランドオンディル、うん、お話アイビータクトゥあのヤシチのうがんとそしてあのうがんぶとちふとちうがんということであの神々がティンカイヌブティそしてムズティクル日が1月の4日という地域もあるということでですね、うん、はい、大学民中大民家関係するちんちゃ4日にさ、うん、普通の家庭を2日にあよっちゃんばあちゃんたちは1月2日に、うんうん、これはあの日ぬかにあの線香をあげてさ、うん、場所によってはまた1月4日あのうがんぶとちの日に階段のように7本こうあの左から右にですねウコールを並べた後に今度は右から左に降りてくるということでのあのうがんをうさぎてそしてまた1年間ミーマンティクミソーリオンディルうがんの品会なといびるお話アイビンドーサイサンキやな俺がゴンヨンだんだん寝らなちちてん、うん、なあブラコトって一体道へがすがやれんで簡単にやったらばってのもな、はい、うん、簡単にやってまたまとめてやったりっていう話も、うん、アイビークと、うん、はい、本当にあのうがんぶとしの日からですねこの旧暦12月1月にかけて本当に神聖なる七尾七尾の行事アイビークとうちゃばちゃんこの七尾うゆみのあの幽霊演じるお話アイビーたちがふれ昔の話にうゆみ七尾七尾の話はチャイアイビーがや正月や1月は正月がせや、うん、で人月うまち三月うまち新月うしみがせ五、うん、月うまち神うがみがせ六、うん、月七月、うん、と8月、9月、10月はねらんばって、うん、10月行け、8、8、10月、うん、11月はあれせ、うん、トゥンジーとかやいろんなせや、うん、12月もたか、ウニムチやせや、母さんもちがせ、年中ありますね。年中はせ、うん、トゥンジーあいげ、うん、年中行事がせや、昔はあの金貨がええ方に見せるよ。おねん名古屋の校長元校長先生に教えたらっちゅうの話あの移動学習権じゃね、うん、たまたまあの名古屋のあっちは公民館会がじゃあことおね先生がおの話しちかしもそうちゃればって正月にあれから話から始まって、うんうん、昔あの百姓茶屋税金納めにもろあの一品品数しかもるものかまな因数相たこと運長考えて
百姓が健康あらんねや、あの税金うさみうさんこと、で昔の侍や百姓が納める税金ちくいむずくずだね、生活そってきしろふじ、私百姓のな健康歓迎って言うんちょ、私うちらちや、あの特に百姓やな、あのいろんなのうさぎ、あのうがんその、いや、おとむちというのは一筆あの信仰は強くて、うんじとおくとんじゃね、と命令七日食いねや、確かにこの日やこっちすがって、あの仏壇かうすねえし、でおさんでやこっちすこと、体力にちちょるはじ、栄養といろはじんち歓迎で、命ちき一月を正月、二月を待ち、三月を待ちんち、月々全部言ってんじゃんって、あしうにねやうぼくうさぎたいし、1日十五日うぼくうさぎし、うぼくうさぎ行くとご飯にらねならんし、昔うんむれ行くと、自分の日はご飯のがこっちっすね。めかまりんち。めかまりんち。うさして1日十五日待ちかんていたんだ、ほんと。あしし、あの、百姓のこと歓迎みそうちゃん、素晴らしいお話ですね。はい、今よっちゃんばあちゃんがお話ししてくださったのは、金町に伝わるガジャエイカタンデル、うんじゅるエイカアイビランガ野菜、あつくといや、わったんガジャエイクというはい、ガジャエイカタという方が、あの百姓の方々がいて、またこういうあの士族の方々もあのこういう仕事ができるんだよということで、百姓の人たちがこういう農家でいろんな食、食べ物を作ってるからこそ、またそうこういうみんなで命のありがたさっていうお話があってですね、ヤイビー氏が貧数ムンディル、お金がない人たち、貧乏な人たちはなかなかこう栄養を取ることもできなかったりするので、毎月こういう七尾七尾旧暦の行事を作ることで、これをまたお供え物に神様に感謝、神様や東東名ウヤファー婦人会に感謝し、でそれでまたあのウサンデーサビランディル、これをまた自分たちが食べて健康で HIV ンドンディル、エンド、昔よ、あの七尾七尾に進むたように、普段のマンサンスワルバーガンマリネマンサンスウジとかって、いろんな数字しねんよ、お互いもろよ、ワヌヤヤ豆腐もちちょん、ワヌヤヤイヨもちちょん、まあね、またかぼちゃと今後取る、また料理しもちちゅんとか、もるもち言ってさ、お祝いしたるばて、子供が生まれた時のお祝いの時は、またごめん、またそういう数個とかのとかに、また、なめめで、それぞれで家庭のものを食材を持ってきて、食材持って行って、うるさに数字するばて、巻き数字や、あのやっぱり、うぬちねが、おほくこっちへすがいしが、安心しんなよ、持ち寄って、数日水、お互い助け合い、助け合いや、こういうお祝いをまた、みんなで助け合ってからやるからこそ、お祝いをされた、こういうわらばあたや、また、うふちゅなてん、感謝のくくる、わしらんぐと。あとわらんちゃいよ。なおじいたおばあたがまたこのうさんでばむちちゅうし、待ちかんていしてしてみてないのりがみいこはやん夜こっちばむちちゅうし、昔平くにんじゅくと、朝きりね楽しみえるばって朝食はまた目覚めの合図だったわけなんですね、次の日のまた食事の朝食してみてもんないびんどんでる楽しみやいでいたこと、またたいたがや、何のか言ったら、母ちゃんにびすこやんかいかんって言ってて、すこやんかこっちわがせんかまごとさんでむちおらんちゃんかわきてかますせんお土産持ってこなかったのって言ってすこやんねんばって言ってて、どのわらんちゃん時代までうんこ取るがたんろ、で本当に食材一つ一つこう大切にする、またこのお土産を持ってくると、またこういう家族でこう分け合ってる姿が浮かびますね。昔のおばあたいよ、ユーナのハンカチチマネで、昔紙がないさ、そして弁当箱ないし、また弁当箱持ちそうじゃんか、一日動かさせやヌームチイチョガヤンディチ
あそこで言うならハンケチしまんて。うん。あもっててかもせにつけるやおまつかまにならんせや。うん。チンポラゴとかかまぼことか。いうごはんあんだかぎてしとかよ、うん、いうなのハンカチでふつくるんかいってむがんちゃむんちゃおじいたいまたいはさなじるさちんけくんちてあふんどしふんどしのさちごんけくんち下げててほらさっさいしけいってめしゃればって女性の方はあのお持ち帰りするときはこのこのゆうなの葉で包んでゆうなの葉はさもうお皿の代わりがこんなの、うん、はい、うん、これをふつくるんかいなあかんかいち、うん、それでお土産を持って帰ったんですね。男性はふんどしの、うん、おじいちゃんたちはふんどしに包んで ふんどしに包まれたんですか。ふんどしはさちごんかいてくんちよ、うん、おじいたさきごはのむせや、はい、あそこと言うてんかむちねえねえらなっせ、うん、うらさっせそうことあそこと言うさなちごはのさちんかくんじゃりて、うん、あさおじいんぶらさっせこっちごはんぶらさっせしやかけるわぶらさっさいんだよ、ぶら下げるってことですか。ぶら下げて揺れるっていうことさ面白い表現ですね、うん、はい、やいびくとこの七尾七尾の行事は本当に体も、うん、貴重心もまたみんなだから抜くたまって1日15日、うん、もうすごいまた生活に密着して1日15日にして、うん、週の道日が明くと、はい、うるさいね、ちくむじゅくの三民すせ、うん、うん、いや、うん、今1日15日のお話がありましたが、うん、日の間にはもう基本的にはもう1日15日には、うん、うぶくうさぎて、うん、とうとうするっていうお話もありますけど、そうそう、よっちゃんばちゃんはまた毎日あの日の間には仏壇はと日の間は毎日、うん、日の間毎日やよ、うん、こううさぎらんからでみて、うん、中一日またこの地年守ってくみそれって言って日の間をさら仏壇が開くと、はい、仏壇かやなお茶とわさびくと、うん、やにんじまた中一日今にとってくみそれって、うん、これだけ簡単に、うんうん、これがまた一日の始まりであり一日の始まり、うん、寝る時もやりますか、うん、日の間とうとうめんまあいいよ無視相対ねえよ、うん、ひととめにしなくて日の間にて、うん、中七、うんもう切れちゃったみみそっちに入れみたってしよったけど、はい、今もやらない、うん、朝だけ朝もう毎朝この一日のスタートなんですね、うん、一日スタート絶対欠かさないこれは、うん、ましてはまた水も先に飲むのではなくて先に、うん、た後によっちゃんばあちゃんが水を飲まれるわけなんですよ、ねうん、お茶も水もさあの日の間仏壇お茶とおさんへ帰って、うん、何も口に入れない、うんこういう姿が本当に感謝の心をこう目に見えないものに感謝この姿っていうのは本当に生の字で生き楽なと言いだから、うん、だから今最近はさみんなお寺に預けて、うん、お寺がやってくれるからって何もしない、うん、寂しいなと思うさ、うんはい、今あの今回ですねあの2月5日にたあの就活しまっ島くとばの昭和マンブリー物語というまた舞台をさせていただくのですが、うん、今回もあの無縁社会ということを、うん、あの撲滅に向けてですねテーマにして舞台をお送りいたしますが本当に今このよっちゃんばあちゃんからありましたこういう無縁になっていってるっていうのがですね本当に生の字で今の時代は特によく聞きますよね、うん、そうね隣近所の方々との交流だったんですねうん、で、むちやたちやブロックナイフとってしていくとって、うん、ええ感じは固まってるわって、うん、ブロックナイフとって。まあ、けどなわな、あまこも一応時代しや、うん、汗とくさいや、アメリカからアフリカからも一応時代になとさい。はい、やいびんや汗自然と遠くなるわよ。グローバルかなって、本当に海外に行く人たちもたくさんいて、うん、昔は本当に親戚同士こう、うんまあ、の地域ブラックに地域とってたくさんいらっしゃったあと地域の塊も強かった奥様、うんはい、いい意味も悪い意味もブラックないことって、うんうん、そして親戚そして隣近所 あの人たちと の、うん、いろんな交流がたくさんあってまた物がない時には隣からまた食べ物をいただいたり醤油をこうお互いに貸したよってお話もあったりですね、うん、いいことも悪いこともあるけどよ、うんうん、
やっぱり今でもお宝のブロックに出ない人が入ってきたらさ、うん、タシマンチュっていう言葉がある。あブロックによってはそうです、ね、うん、別に敗退はしないんだけど、うんうんうん、自然とそういう昔からの流れで、うん、流れ間の島やイビーが病んでるお話もありますけど、どこの島から来たのとかですね、うん、なかなかまた地域によってもこう他の地域から来た人たちには厳しい面もあるところもありますが、国枝陽さん、よっちゃんばちゃん、うん、ワニアのウヤファーフジアのシークヤイビークトゥシーク瀬底島ですね。瀬底島あの、はい、うん、いろいろ探検してたら、うん、あちらの地域の人たちのまた親戚があのワニアのシークのチュンディウムタンディウムトイビーシが間違いされてですね、勘違いされて、うん、失礼しますっていうことを逆に言われてですね、うん、あのそれぐらいあの他の島に足を踏み入れるっていうことでのこの島の人に対する失礼しますっていうあのこういう礼儀を、うん、あのしてる方がいてですね、うん、すごくあのびっくりしました、うん、こういうあの礼儀大切だなと思ってですね、本当に今当たり前のようにこう市町村今渡り歩くことはあるんですけれども、本当にこう他の地域の人たちのあの島に足を踏み入れるっていうことでこう失礼しますっていうような何かこう英察もわしてならんやんでちうむといびん、うん、はい、よちゃんばちゃん、昼夜要塞またあの、うん、曲ですね、うん、あの一曲うつどきさなやんでちうむといびしが、うん、よちゃんばちゃんの好きな曲ですね、パラオの曲やいびん。はい、今準備サビいく、誰が歌ってるの。パラオの曲でですね、パラオの曲ってあごったとうがこの方はですね、あ、嫌がる歌とる岸本君がくつ歌とんてワニ歌ならないびらんこと他間さんが。はい、それでは皆さんお聴きください、枯れ木もないんでる曲やいびんよ、どうやさい、はい、枯れ木もないです、うん、どうぞお聴きください。
はい、あれきもない見る曲うつどきさびたん CD あるの CDIB くとはい、今あのスタジオを撮ってよっちゃんばあちゃんも歌を歌ってくださいました。 ありがとうございます。これあのパラオの曲やイビーが野菜パラオの曲よ。何言うと思うのじゃあ父に言うないねよ。はい、すぐ腰身のガチやねちょうど浜を取ってて東の木にしゃぶとってよ、うん、歌ってもうとハワイのハワイダンスと全然違う、はい、もう野生的っていうのかな。パラオの方々夜になると浜辺に出てきて、うん、こう歌を歌って頭仕事さんよ冬前や昼はゴロゴロ忍者に、ね、夜ないねよ、うん、のこのこにちちいて、はい、そう元気が出る曲ですね、うん、体を叩いたりして、うん、歌ったり腕と叩いたりこれで音出してる、うん、これ音楽一応しや音楽ないよ、はい、この人と叩いて、うん、もう腕叩いてお尻叩いてそれで音楽音出して、はい、あまた面白いですね。あの動画なんか見ててもいろんな竹を叩いてこう楽器をやったりですね、うんうん、あのルーツをたどっていくとミクロネシアっていうところからまたこういった あのいろんなダンスがあの渡ってきたんでるあのお話チシャビーたちが、はい、ハワイダンスやアイシェや、うん、ユーガさんやって、はい、あれ言葉を表してるってさハワイは、はい、文字がなかったので、うん、あの風呂であれで踊りで言葉を表して言葉と感謝を表して、うん、また何よりのあれはカナカ族にいるわけ、うん、あっちの島民は、はい、色も真っ黒くせかギョロッと目ん玉してさなんか筋肉ルールして背も低いわけよ、はい、見ても本当に怖い、うん、だけど優しいよね優しい方々で、うんうん、それでねビンロジュの葉っぱといってね、うん、ビンロジュには実と、うん、実と何の葉かね守るか葉ってそれにビンロジュの実を割って包んでそれ噛んでるわけガムみたいに一日中はい、だから赤い汁が出るわけ、はい、で口の中が歯が真っ赤なんか歯を、はい、強くするって、はい、それに石灰も混じって包んで、はい、噛んでるガムみたいに歯を強くするのとまた唾液が出るので、うんうん、それで虫歯予防にもだけどそれで唾をピューっていってあねつるこれが嫌、うんはい、自然を使ったまたこういう、まあ、健康の大切さですね。はい、枯れ木もない見る曲とよっちゃんばあちゃんのお話お届けサビタンミフェデービル。はい、それでは一度コマーシャル挟んだ後にですね、また続いてのあんやたんやうちなのコーナーに移りたいと思います。この番組は株式会社メガネ2-1ハエバル店医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里かかず委員笑いの絶えない人生をあなたにヘントな歯科医院美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア桑江皮膚科医院有料老人ホーム宅老所なごみの家有限会社丸内重機サロンドモア美容室崎原土建株式会社学童教室太陽の子の提供 FM ギノワン北谷町文化協会シマクトゥバブ青年部沖縄ハンズオン NPO の協力しうとどき総移便。はい、よっちゃんばあちゃん、はい、船、はい、であの若水の由来ということでですね、はい、お話ししていただきましたが、うん、あの一番古い井戸の水から水を汲んで、その若水で白新大使また東東目や日の寛解お供えをするというお話し合いいたしが若水汲みが一番稲子荒部の仕組み稲子の仕組み、うん、女性の仕事、うんうんそして若松口が笑っちゃうとき、気がのしがとき、ちょっと習わし、はい、松、若松の枝取ってきて、それで角松、角色ばって、はい、生のごとし、立派な三子が、うん、ただ、町のだけは、うでちゃうね、刺し、
門のそばに刺すだけ。はい。あだけ生きごらんちゃうよ。正月明内ね、たまちぬ、うん、ちょっと太い木を切って下駄作る。あ、下駄も自分が履く下駄作る。はい。松で。はい。イナゴランチャイウヤンチャイが赤ウガシゲトルゲタゴコーティーダスがイキゴランチャイムルドゥナクロ昔最後ゲタンにしがったんよ、はい、ごっついゲタあれマッチさんチクラっとるわてうんすごい器用ですね削って、うん、削って竹でゲタを作られたんですか土中心ゴランチャイ土中心がよチクイシエテギおじいちゃんとおじいたちが作ってあげる、はい、孫のために、うん、自分のまた履くの、うん、すごいですね、うん、こういう手の器用さと、うん、自然を使うっていうところがですね、うん、はい、若道やな定義稲子の仕事、うん、稲子らわんちゃとか、うん、えかとるさんちゃわかちやにんじゅちらら、うんうん、はい、やにんじゅ顔を洗って、うん、これが若返りの水と言われてますね。ああの、うん、24日の太中間の場合に、はい、あのかがんかかがむちゃなく飾りしや、うん、正月は赤うぶく赤うぶく、うん、赤うぶくんで赤い米ですか。ご飯を赤くごわがあるわで、はい、ご飯に入れるのが、うん、売り行って赤うぶくそれでやる、はい、赤で赤うぶく赤っていうのはまたこの正月にふさわしい色なんですね。この間ありました赤カビ白カビと黄色いカビ あれはさあの、はい、お供えするむちごわがし、はい、それの下に赤壁の上に鏡餅、はい、ちっちゃな鏡餅をちっちゃなの、うん、うさぎしゅうち、はい、うぶくは赤うぶく赤うぶく、はい、赤っていうのはまた太陽を表すっていうお話があったりですね。そうそう黄色壁はあの月、うん、そして白壁は雲んでるお話アイビータンの際雲に足をつけてはいけない、うん、もう天には神々がいるよということですねはい赤を動くしよう、つってレバーとか、はい、耳がとかひみかうさぎ、はい、うん、レバーですね。ちもレバー買ってきたからね、うさぎって、はい、おさんでは小さくて薄くずつ切ってから塩振って、うん、みかぐれて食べたね。美味しそうですね。はい。お正月になるとこの地域の井戸水から水を汲んできて子供たちからお年寄りまでみんなで額にこの若水をつける習慣これがウビナディでですね。そしてあの島田先生からありましたお父さんの、はい、お米もちのお年玉医者や、うん、あお米の話ですね。お年玉これはたくさんにか人類いたさ、うん、あこちゃんばちゃん小さい時は なかった。あお結構昔の話やいびなさい結構昔の話やんてやおれちっちゃることにやんても、うん、お年玉が餅の時代があったそれでさ、ね、米はよ、うんうん、もみで取るわけ乾燥させて、うん、穂を切るさねで、はい、乾燥させてからもみだけを叩いて、はい、何棒っていうかあれで叩いて落としたら今度このもみを薄に入れてつくわけ、うん、あするって言ったら皮がむけるわけよね、はい。でまた今度ぬかがあるわけ、うん、また、うん、それ使わないと白い米ができないわけ。叩くのはあのクランボー、うんうん、クランボーでですか、うんうん、これでこれはね、うん、方からもみを落とすわけ、はい、もみというわけ、うん、落としたら今度もみがらが硬いような我みたいなような殻がついてるさ、はい、これまたこれをまたつついて、うん、俺土中に入れてウーシンカイを藁をさ柔らかくして入れて、はい、それからこれ米入れて米っていうの、うんうん、もみっていうわけ。あもみ、もみまだ米になってないわけ、はい、それを入れてつつくわけ、はい、うん、きねで、はい、つつくわけ。続いたら今度お米が出るわけ、こうやって飛ばしたら、うんうん、でこのお米はまたぬかがついてるのでこれまたぬかをまた取らないといけないわけ、はい、またもう一回つくわけ。で今度これそれで初めて白い米が出てくるわけ。うーん、これも夜通し時間かけて夜通しってより昼やるよ、日中これは日中やるお昼にやって、うん、だから田舎を通ってていつも新しい米このもみでよ、はい、保管しておくわけ、うん、食べる分だけつくわけ、はい、でいつも新米である新米、うん、新米になるわけ、うん、美味しいわけ、香りも逃げないし、うん、今も
精米されてるでしょ、はい、お米ちゃん精米されてくるさ、それでと思ってそれまでのように家庭があるわけよ、うん、犬飼ってくる、はい、もみ落とす、うん、でもみ殻を取る、はい、それで今度ぬかを取る、それで初めて白ご飯、うん、ご飯が出てくるまで、この餅ができるまでのこの工程が各家庭で一から全部やってたわけなんですね、うん、で絶対いっぺんでついておかない、はい、今もついてくるさ、1キロと2キロとかね、うん、農家のうちでは食べる分だけつく、うん、無駄がないように、面倒くさいけど、はい、無駄だけじゃない、香りがいいわけ、つきたての米になるわけ、はい、いつも新米になるわけ、うん、取りたての香りで食べられるわけ、うん、精米所が、はい、精米所に持って行って使す人も、今精米所ができたから精米所に持って行った、うん、でいくらといって米で精米所の月でも取るところもあれば、はい、お金を取って取るところ、ああそうですか、この工程みんなうちの人形で作ったのがあるさあのうちな人形、うちな人形はい、うん、はい、視聴者やアイビラーのリスナーの皆様方、あのよっちゃんばあちゃんの自宅ですね、この番組で、うん、なだやいびんどうさい、あのうちな人形ですね、うん、よっちゃんばあちゃん手作りの人形があってですね、これが工程があるんですね、昔の仕事で人形、うん、自分が体験したことだから、はい、それを思ってあの忘れないために、うん、うちの人形を全部作った、はい、うん、この工程があってのこの、うん、皆さんのこの料理に出てくるっていうのが、そう、父母を思い出したり、ね、祖母を思い出したり、うん、自分の娘が踊りやってるか、踊りのあれを作らさせてる、あれ全部本物のうちの味だよ、本物、偽物つけさせてない、全部本物、人形が着てるこの着物は本物のものを小さく切って、うん、自分で一生懸命塗って母がつけた着物の切れ端とかなの、うん、みんなもらって食べてあったので、うん、開いたので、はい、バサーは作ったのがなかったので、はい、あの貴族までバサー人切れ端ないかってもらいに行って友達がいたので、はい、今はこれ切れパシとないけど、うん、自分が昔つけてたブラウスがあるから、うん、それあげるから、じゃあそれで作りなさいって言ってブラウスもらってきて、それで人形の着物を作った、うん、だから人形でも本物つけてる、みんな本物の、はい、今度ぜひ番組でもご紹介しますので、一平チュラサル、あの人形ですねチュラサル、だからあれがもうね、うん、自分がだんだんとちょっと子供たちが興味ねんことて若者なんで濡れしてる、すごいあの上に手にどうしようかねと、なおから役場はあの寄付するやんね、もたいてへん学校に寄付してもさ、うん、また置く場所がないとやっかいですさ、うん、はい、生からよっちゃんばあちゃんの家でも博物館ですねいろいろ手作りをたくさん歩み行くと人形もよ、うん、みんな手作り、はい、西洋人形もあれ寝室に帰って単純のわびかぶるかずですよ、うん、はい、よちゃんばちゃん、今あのお米のお話ありましたけれども、この、米のですね、この皮がむけるとこの光り輝く米が出てくる、この神秘的なこの光がまたすごく美しいということでですね、うん、あのこの餅がまたできて、この餅をつくっていう由来をこの間お話ししていただきましたが、これ水蒸気に入れてさ、はい、水蒸気よどきやったけど、水蒸気に入れては取れないよ、水蒸気をさ飛ばすだけ、殻をあポッタポッタ飛ばすだけ、うん、うん、はい、あれをやるのは薄くこねてくぐって切ってきてってやるのと、うん、きねでつつく、はい、あれ餅つきみたいにして、うん、この工程がある、あでそれでやって、あとで水蒸気でこうやって殻を飛ばすわけ、はい、結構高く上げるんですね、そうそう、うん、あれ上手だ、はい、こうやって回してね、少なくなったら回して一箇所に集めるわけ、はい、これをこうやって回すわけ、水蒸気をきれいに真ん中に集まるわけ、わじゃですね、それ慣れないとできないよ、うん、はい特技があるんだ本当にこう技が身についてないと、この最初ならんよ、なんか難しいんですね、水蒸気から一気にして人やんかも塗られてしししよい、はい、
たよっちゃまちゃん、お餅をつくことがこの100年の縁をつくということで餅つき、そして長寿を願ってたくさんの人たちの縁日縁が始まるようにということでですね、お餅つきの由来ということでお話ありました。はい、だからこのね、あの人は水中の人なんか田舎でない、はい、あ沖縄で正月餅つきっていうのはない、うんうん、あの数校とかのががちに寝て、はい、家庭でもち米作ってる農家の人たちで作りよったけど、はい、正月はおぶく、おぶく、あの餅上やからだって、かがり餅とかはさ、はい、大和の習慣、県外から来てる習慣なんですね、うん、だからこっちをダブってる、うんうん、こっち、はい、あのあれさ、島田先生町方の中国と、うん、習慣が違えるはずで違って、うん、ま、町方っていうのはこの町方と水那覇、ま、町の出身だから違うとか、作られたのは、はい、多分、はい、じゃあ全然地域によっても本当に違う文化が、だからこれは全然こっち、はい、とにかく今でも中小には餅を飾らないさ、うん、小さな昼間の餅場、はい、しか飾らないさ、はい、鏡餅と同じか来てるの、うん、大変や、はい、よちゃんばじさん、このお餅をこう正月にっていうのは、お餅またもともとはこの米稲からできてるっていうのはまたルーツたどっていくと面白いですね、うん、こうめでたい時にはこの米餅がこう出てくるっていうのがですね、あの家族のまた幸せを呼ぶことができて、この一年間のまた幸せ健康を願うっていうのが、うん、で1年のまたスタート、素晴らしいスタートになりびくと、うん、はい、そしてよちゃんばあちゃん、あの不死のうがんのお話ですね、また1月この正月を迎えると、この不死によちゃんばあちゃんぬやいびが野菜不死、うん、訳すと星になといびがや、うん、星、不死のうがんですね、不死のうがん、不死のうがん、不死のうがんって生まれた、あのもう神様に言えばお願いするということ、うん、はい、うん、何の意味かはっきり分からないけど、節のうがんって言って、うん、これは必ずヤーニンジン、ツビツビに10メートル10回もしよったわけ、はい、今は大変さ、うん、昔みたいに悠長な時代じゃないさ、今名前や、はい、うん、昔アシロって殺されたし、うん、もうかり安心ならんし、うん、やっぱり生活のうちのことある、はい、今まとめて、あ、腸に当たる年火の時まとめて名古屋の年火牛のうがうさぎやびんだって、これはあの正月迎えてその後の日からのこの日付にこの干支があるわけなんですよね、ね、牛とらうのその年に当たる家族の人にはこ う, うさぎってやってたのが、よっちゃんばっちゃんが今お話ありました、まとめてやるところも今増えてるわけなんですね、うん、牛のうがうまとめて、牛のうがう全然やらない人もいるよ、うん、はい、私のところのネギ食うとて中体うがそれで大丈夫、うん、地域によってまた変わってくる、地域によってまた違うことって、はい、うん、与那国の神社のが一匹も来たんないし、生活を、うん、共通するのは違ったやり方やってるはず、みんなよ、はい、やっぱりあまこまかあちまとるブラック衛生や、うん、ブラックに言ってもらうよ、あのやり方が違ってるみたい、うん、共通するのはこの感謝と、本当にまた1年間のまたあの1年間見守ってくださいというこういった思いなんですね、はい、よっちゃんばちゃんにフェーデービル、はい、よっちゃんばちゃん、今週来る日曜日 IBC があの先ほどお話しいたしました2月5日、うん、日曜日、はい、沖縄県の島言葉普及5日だよね、はい、普及促進事業にて就活昭和万振り物語2017うつづきサビン、場所や浦添市社会福祉協議会3階の大会議室で行います。午後1時半から会場、2時から開演となっております。入場料無料となっておりますが、当日イベント他のイベント等も重なっていてですね、混雑が予想されますので、うん、ぜひ皆様乗り合いでですね、またお越しいただけると、福祉会館こう上から入っていって、はい、右側にあるよね、はい、福祉会館右側、手だこそばの近くですね、浦添市社会福祉協議会です。今回無縁社会撲滅に向けてですね、本当に今あの認知症行方不明者、去年
沖縄県内でも100里目あのまだ見つかっていない現状です、うん、あの一人一人のこの絆エリシをつなげていけたらですね、はい、支援の志の縁を広げていけたらと思ってますので、うん、ぜひグスよ入場料イチャンダイアイビークツ連想チクミソー利用祭グスよてスリズリシ連想チクミソー利用祭、はい、それではまた来週やいびんどう祭、はい、はい、来週ニフェデビーそうだねあっという間にまた帰り来るよね花咲かすゆ呼吸吧就是。那么呼吸吧就是干嘛。今天有ニンニクの葉っぱがいっぱい茂ってたから。生姜と生姜のよ。一株しか植えなかった。このくらいまでついていた。一か年分の生姜吸ってさ、瓶に詰めて。一回眠使うとくるか瓶の2つすいません今ラジオに入っててです、はい、はい、また